はい、お疲れ様です。コケマルです。今日なんですけれども、とてもとても美しいキラキラ昆虫、これをやっていきたいかなと思います。昨年の動画でパプア金色クワガタの動画はお見せしたかと思うんですけれども、パプア金色クワガタ以外にもキラキラで美しい昆虫っていっぱいいるんですよね。今日はそんなキラキラ昆虫の中でもちょっと珍しめのやつをね、お見せしたいかなと思ってるんですよね。はっきり言うて、昆虫好きの方でも実物を見たことあるよっていう方は少ないんじゃないかなっていうようなクワガタムシと、で、花むぐりです。ぜひお楽しみいただければと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけれども、この動画最後まで見ていただいてですね、面白かったなと思っていただけましたら、いいねボタンのクリックとチャンネル登録もお願いします。じゃあ今日もやっていきます。よろしくお願いします。はい、こんな感じでたくさんの美しい昆虫たちがいるんですね。この辺りは先日の動画でお見せをしたパプア金色クワガタですね。青色っぽい個体だったりとか、赤色っぽい個体、そして緑色っぽい個体などがいます。この角の短いメスたちに関してももっといろんなカラーがいるんですけれども、今日手持ちがなかったのでお見せはできませんでした。ぜひ先日の動画をご覧いただければと思います。はい、そしてこの辺は日本国内で見られる昆虫たちですね。手前からセンチコガネだったりとか、カナブンやハナムグリ、タマムシなんかは特に有名ですよね。センチコガネってちょっと面白い昆虫で、この子は糞虫と言われるんですけれども、動物のうんちを食べて育つんですね。うんちの中で成長する面白いコガネムシです。センチコガネのセンチっていうのは昔のトイレの意味を指す接近という言葉がなまって名付けられたというわけですね。接近、接地、接地、センチ、センチコガネ、万歳。はい、これはスズメバチですね。すごく鮮やかな黄色ですね。オレンジ色にも見えますね。この黄色と黒のストライプ模様は警戒色になっていて、他の昆虫や動物たちがこいつは危ないやつやという認識をさせるためにあると言われてます。この蜂の姿を真似て、全く毒のない他の昆虫が黄色と黒のストライプ模様だったりするものもいるそうです。この子は黄金鬼クワガタですね。まるで鬼のような角が生えています。角といってもね、クワなのでこの子はクワガタですね。黄金鬼クワガタについても以前動画にしたことがあるので、この辺にしときます。そしてこの子は虹色クワガタです。パプア金色クワガタに並んで日本国内では有名な美しいクワガタです。はい、そしてお待ちかね、今日転職をしていく個体たちがこちらですね。まずはこの子から、モウニッケヒメカブトハナムグリと言います。ややこしいですね。もう一度言います。モウニッケヒメカブトハナムグリと言います。はい、カブトなのかハナムグリなのか、どっちなんだい、というややこしい名前の持ち主なんですけれども、結論を言うとカブトでもハナムグリでもあるという認識ですね。この子はなんとカブトハナムグリ属という種類に分類される昆虫なんです。ハナムグリ赤のカブトハナムグリ属という属に分類されています。カブトでもハナムグリでもないということでございます。かなりこの子もレアな昆虫でして、なかなか購入しようと思うと高い昆虫になります。あんまりちょっと詳しいことは分かりませんが、結構いい値段がしたかと思います。はい、そしてこちら2頭目になるんですけれども、インビタビリスツヤクワガタというクワガタになります。並べてみると少しね、地味な感じもするんですけれども、近くでご覧いただくとこのように美しい金属のような光沢がありますね。今日ご紹介したこの中では、実は超高額レアクワガタの分類に入ります。以前ご紹介をしているウエストウッディオオシカクワガタだったりとか、ペルビアヌス首細クワガタなんかと並ぶ高額クワガタになりますので、ここまでレアな個体たちをね、昆虫標本に制作する動画というのはおそらく国内でこのチャンネルだけかと思います。軟化作業からやっていきましょう。はい、お湯を準備しました。今日は優しい温度です。60度ぐらいに設定しております。この体表面の色が落ちないように少し低めの温度でね、設定をさせていただいてます。それでは本日もよろしくお願いします。投入、上からティッシュをかぶせて蓋を閉めたら15分ほど待機。はい、今日はね、簡単なノーマルタイプの標本にしていくので、作業道具はこれだけで大丈夫です。土台に使う発泡スチロールと針を使っていきます。昆虫針と言います。ピンセットも用意してます。それでは本日も行ってみましょう。
変則。さて、そろそろ15分経つので開けていきたいと思います。お湯から取り出しました。全く色落ちもしてないですね。ではしっかりと水分を拭き取って転足作業に入っていきましょう。はい、まずはモーニッケ、姫株と花むぐりからですね。とても美しいですね。どうですかこの角、かっこいいですよね。そして普通のカブトムシとかクワガタムシと比べると顔に対する付節の大きさが大きいです。コーカサスオオカブトとかね、あの辺のカブトムシクワガタムシになると結構付節が大きかったりするんですけども、それとちょっと似たぐらいの比率の付節ですね。非常に特徴的だと思います。はい、まずはもう全くいつもと同じ段取りです。何画からやっていきましょう。手足がね硬くなっているのでしっかりとほぐしていってあげましょうね。優しく優しく揉みほぐしてあげます。ここをしっかりしておかないと綺麗な標本が作れないので、しっかりとやっておいてあげましょう。何かについてね、詳しくやり方を説明した動画っていうのも他で紹介をしている動画があります。概要欄に載せておきますので、ぜひご参照ください。このフォルムはもうまるでねカブトムシですね。カブト花むぐり、面白い。名前だけ見たら花むぐりが後につくので花むぐりなんかなと思っちゃいますよね。お、すべての足に毛が生えてますね。へえ、ここの部分ですよ。ここツルツル、ここボーボー、面白いです。触覚が出せましたね。これ以上いじると折れちゃう可能性があるのでこの辺にしときます。はい、それではまずはいつも通りですね、固定からやっていきましょう。あとは全部いつも通りなので少し早回しという感じで作業をお見せしたいと思います。それでは用意スタート。よし、完成。こんな感じですね。後で詳しく見せます。はい、インビタビリスツヤクワガタですね。ツヤクワガタ属です。こうやって見るとパプア金色クワガタのメスっぽいですけれども、この子はちょっとだけ角があるのでオスですね。この子がメスです。はい、近くで見比べてみると違いますよね。この子がオスで、この子がメスです。少し光沢の感じとかも違うんですよね。メスは少し光沢が弱い感じになってます。オスの方が結構綺麗なね緑色っぽい光沢なんですね。ではオスの転足やっていきましょう。はい、容量は全く同じです。まずは軟化から。はい、この時点でクワを先にね開いておいてあげることが重要なんで、よいしょよいしょ、クワが開きましたね。触覚は昆虫針でこのように外に出しておいてあげる。反対側も同様に、よいしょよし、 OK ですね。では通常通りです。転足を行っていきます。あっ、足が折れちゃった。なんと足が折れちゃいました。後からひっつけていってあげましょうね。しっかりと乾燥を終えてから綺麗にひっつけてあげたいと思います。ごめん。はい、気を取り直して、この段階でですね、先ほどのように足が取れてしまわないように手足触覚は全て外に出しておきましょう。こんな感じですね。全て外に出した上で固定作業を行います。ここはちょっとかわいそうなんですけども、1本だけ針を貫通させて固定させますね。この時にね、後ろから見てこのように斜めにずれていないかっていうのを注意しましょう。これがずれていると全てがずれることになってしまうんでね、このようにして360度全て確認をして OK、 左右対称です。では転足開始ということで、まずは固定からですね。横ずれを防止するために体の側面に針を何本か打ってあげます。そして頭が下がっているのがちょっとかっこ悪い感じがするので、固定と同時に頭も持ち上げてあげますと。はい、持ち上がりましたね。わかりますか？頭がこの針2本によって、この顎の部分を支える針2本によって持ち上げられました。真ん前から見るとこんな感じ、こうですね。このお尻の部分の針2本で横ずれ防止、
頭のこのクワの部分の2本で頭の固定、そして頭を持ち上げたということでございます。転足行っていきたいと思います。触覚手足の順番って毎回言うんですけども、この前足だけは先にやっておいてあげてもいいかもしれないですね。後から触覚を転足した時の針が邪魔をすることが多いですので、そこは種類によって臨機応変に行っていってあげたいと思いますね。この子に関しては前足から先やっておきましょうか。まずは左を整えましたらば、次は右と左に形を合わせていくような感じで転足していってあげるといいと思いますよ。いいですね、バッチリです。先ほどのモウニッケ、ヒメカブとハナムグリも一緒に乗せてこんな感じです。お疲れ様でございました。いかがだったでしょうか。結構珍しかったでしょう。で、誰でもね、ああやってやるとうまいこと転足できるんだなっていうのもお見せできたんじゃないかなと思っております。で、ちらっと見えてるかと思うんですけども、こちらですね、実は先ほどね、お見せをしてた転足の動画を撮影してた時期から約2ヶ月ぐらい経ちまして、作品として完成したんですよね。完成した作品はこちらになります。はい、こんな感じ。かっこいいでしょ。こっちがハナムグリで、こっちがツヤクワガタですね。インビタビリスツヤクワガタで、はい、これが虹色クワガタですね。本当は虹色の、きっちり虹色のね、背中の個体が多いんですけども、この子はどっちか言うたらちょっと緑っぽい感じですね。めっちゃでかいでしょ。この子61ミリあります。だいたい虹色クワガタは60ミリを超えてきたぐらいからかなり大きいねって言われる感じだと思います。あとはこんな感じの花むぐり、かなぶんやったっけ、次の動画でじっくりとねお見せしたいかなと思ってるんですけども、光の当たり具合によっては緑色だったりとか、ちょっと離したらなんかね、肉眼だと青っぽいんですけどね、こうやってカメラを通すとなんとなく緑っぽい感じに映りますよね。はい、いろんなキラキラ昆虫がいるということでした。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思うんですけども、ぜひね、今回の動画面白かったなとか、ためになったなと思っていただけましたら、ポチッと、いいねクリックと、で、まだの方はチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。はい、では長らくご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。皆さんありがとうございます。コケマルです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。